緑も綺麗やし、もう絶好の今日はね、バイク日和。10度でもちょっと寒いんですよね。はい、どうも皆さん、おはようございます。テツです。今日はですね、久しぶりに、超久しぶりに、去年の年末11月ぐらいかな、林道に行ったんですけど、それ以来ね、久しぶりに林道に、行きます。今日はね、で今日はトコトコセローさんっていうね、ツイッターでね、知り合ったオフローダーの方に、ご声をかけていただきまして、ゆるい林道をね、紹介してくれるということでね、まあ、私のような初心者にはね、ぴったりの、はい、林道に行こうかなって思っております。で今ね、奈良の、名前忘れましたけどね、ローソンにね向かっておりまして、今は315線の方でね、奈良の五瀬の方にまず向かってるんですけど、いつもはね309号線の方から行くんですけどね、奈良はね、今日はちょっといつもと違う道でね、行ってみようかなと思って310号線の方から奈良向かってるんですけども、したらね、待ち合わせギリギリになってしまいました。ちょっと止まりないな、こいつな。あ、ここもでも結構適度なワインディングが楽しめて、道はね、走るにはね、バイクもね、おほほ、道景色もいいし、すごいわ。はい、まあ今日はそんな感じでね、はい、あとね、そう今日はね、10人以上来るらしいんで、まあ林道もね、みんなで行けば怖くないみたいな感じで、はい、今日はゆっくりとした、オフロードの道をね、お届けできるかと思いますので、お興味とお時間ございましたら、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ここに出るんか。はい。ほんますか？あ、どうも、はじめまして、よろしくお願いします。私、この間なんか串焼きの里でちらっとお見かけした気がします。はい、隣にラリー止まってて、ほんでちょっと当ててしまったんですけど、ほんですいません言うてパッて見た瞬間に、あれ、なんかツイッターで見たことあるような人やなと思って書いてたんですけど。いや、すごいなこれ。バッハハイ。もう終わり？いや、すごいね。いや、でかいなみんな。これすごいな。1200やん。1200cc ってこと？すごいね。つながった。誰やろこれ。あ、出たとこかな。誰？お、僕です。あ、セロさん。ほんならアッピーはね、今日セロさんだよ。はいはい。あ、ホットスポーツや、セロさん。そうですよ、ランディさんと誰や。よいしょ、すごいな、これすごいな。あ、トライアンフですね。これ 1200cc なんですか。わー、すごいな。車重どれぐらいあるんですか。これが230キロ昨日打ちたやつ。それは大変や。うわ、怖いなこれ。めっちゃ怖いんだけど、こんだけおったら。行こう、ついていけ、もう。うわ、怖い。うわ、かん。うわ、すごい。もう大規模オフ車マス、言えてない。あれ、もう誰か切れたのこれ。あ、今つながりましたね。今復活しました。あ、これ誰。あ、セロさん。はいはい。あ、よろしくお願いします。お願いします。セロさん、よう見たらフェルメットもウィンズやったね、それね。そうなんですよ。一緒やん、ほんまや。
え、哲さん、この僕の音声で YouTube 流れます？あ、流れて大丈夫ですか？いや、うん、じゃあ下ネタやめておきますね。いつも言ってるってことなんか軽トラックが横から抜かしにかかってきてるけど無理やろそれ台数が台数やからね。ねえ、すごいなこれ。とりあえず前の3名がベテランチームか。あ、なるほどなるほど、ね、もう誰が誰やら全然わからんけどシェルパの方だけお話ですけど、あとは皆さん。ああ、そうかそうか、シェルパはアッピーのね、師匠ですね。師匠、そうそうそう、私もこの間タイヤ交換してもらいました。ああ、そうなんですか。オフ車でこんだけはすごいですよね。ねえ、いや、私もこういうのもすごいと思う、これとにかく事故なく。そうですね、うん。え、15言うてましたっけ？ 14です。あ、14か。いや、それでもすごいな。あと一人ホームアップ予定だったんですけどね、うん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 、これなかったんで。キョンちゃんがなんかえらい坂登ってたもん、あの近くのはずやねんけどなあの子ね。うん、あれすごいね、あの子ね。あの子ずっと笑ってるでしょ。うん、なんかよう似てるなと思って、私も見てて娘を見てるような感じで見てますけどもうすごいなと。僕もあの怖くてもうめっちゃくちゃビビりなんですよあー、まあ私もそうですけどね。お、こんなとこに、へえー、あ、ここに出るんか。はい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 。あ、はい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 。いや、止まらんといてよ。わ、すごい。なんかもう散策に最適な場所。あ、これがそういうあそこ抜けたとこやね、これね。うん。桜の時期に迷い込んでえらいことになった。へえ、いや、でも綺麗でしょ、桜の季節はね。でしたけど、もうなんていうかな、歩行者が、あー、はい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 、近代バイスで中をバイクで走ってた感じで、マフラーとか触ってやけどさせたらあかんし、あー、そうかそうか、あ、これやな、ここ上がらなかった。え、これいけんの？あ、いけるみたいな。うわ、怖っ、もうここでこけそうたら、あそこやね、神社の方行くやね、これね、もう。そうですね。アッピーの好きな神社。よいしょ。あ、この道行ってる。あ、これいつもの道や。ね。おてますね。あの、うん、メインの道。そう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 。うわあ、気持ちいいわ。気持ちいいな。あ、せやせや、ここや、あれや、メインの道や、桜の。これ桜の季節、この台数で走ったらもう大炎上すんちゃうか。大炎上ですね。ねえ。あ、でも新緑が綺麗や。すごい。うわ、綺麗やん、ここも。めっちゃ綺麗。ねえ、めっちゃ綺麗や。天気最高やな。ねえ、いや、今日最高。昨日も最高やったけど、今日も最高。いや、あんま暑くない方がいいんですよ。これぐらい涼しいほうが僕は好き。うわ、ええ景色やな。うわ、すごいわ。へえ。みんな来れてんかな初心者来てる来てる、下からいっぱい来てる見えてんかな、これうわー、すごい、はい、ここがね、その桜の時はもうやばいやばいやばいニュートラルになりましたこうね、オフロードのブーツに慣れてないんですよ、これまだこれよう、ニュートラル入るわ。確かに入りますね。もう、ダブル横丈、パワフルですね。全然、はい、もう全然いきますよ、ほんまにこれ。全然しんどそうな感じ。ねえ、でもほんま 150cc 以上いったらいけるんかな、うん、125とかと比べたら全くちゃうんすね、やっぱりね。120が登らんと思う。ねえ、そうそうそう。ここか。ここも、いいとこやな、この神社も。これせやけどもう全然ついていけるもんね。今セカンドですか、キア。あ、今セカンドですね。すごいね、やっぱ。お、来た来た。おや、修行ここで、え、集合？一回一回みんなおるかどうか。あ、なるほどなるほど。集
業門奥千本口。なるほど。あれ瀬郎さんと切れた気がする。ペアリング中です。あ、来た。あ、繋がった。繋がった。瀬郎さんと切れてもうた。ありゃ、こっからスタートかもしれんな。さっき今永遠と瀬郎さんとめっちゃ喋っとったけど。あ、そうだよ。でいいかな。うん、行きましょう。で行きましょうか。もう近くです。先頭走るの見た緊張する。一歩間違ったもん道。あー、確かにね。うん、みんなをこう路頭に迷わしてしまったから。そう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 。なるほどね。こちらがね、あの源義経が逃げ込んだという、あの、行者、行犯、行犯、なんやらん、なんやらんね。もう奈良の歴史といえばアッピーやからね。そう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 、なんやらん言うてるけど、ね、そう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 。鷹取城もね、詳しい、詳しいから。詳しい、あの、鷹取城、ほんま知らんからね。あれでもすごいで、あれ、ほんまに。うん、すごい、すごい。うん、あれ、なんでみんな知らんの、あの城。いやなんでほんであんな再生されへんの、あれ。あれ、後ろ全然通りきれないんちゃうの、これ、いけてんの。まあ、一本道やし。まあね。ちょっとそこの、タイヤのところで止まりますわ。全然来てないけど。ここも林道あんねんけど、どうしよう、行った方がいいかな。あ、これ前行ったとこじゃん。ああ、そう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 。どうする？短いやつやろ。うん、行く？行ってみようか。青ヶ峰。青ヶ峰。青ヶ峰、あれ。うわー、久しぶり、林道。うわー、すごいな、ここの景色でも。景色綺麗よ。これでもめっちゃ細いな、こんなんやったっけ。いや、この子は嫌がるかな。これ、あのカブの人は来れるん？来れる来れる。来れる？うん。俺が怖いけど、もう。あかん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 。こけるこけるこける。こけるこける。お前、ほんに、溝に入った今。うわ、景色楽しむ余裕がない。うわ、でもすごい。はい、景色、皆さん到着って誰もおれへんし。怖い怖い怖い。ちょっとほんまに怖い怖い。ほんまに怖い。ふぅ。娘でしやん。ああ、そうかそう。うわ、ここ景色ええな。うん。おお、素晴らしいね。ちょっとあの山をバックにバイク乗ろうかなと思って。かっこいいな、ここ。やっぱ空気リングに合わせた方がいいんかな。キョンちゃんの行っとったとこ行くみたい。あ、そう、うん、行きたいな、思ったよ、あそこ。おラリーできるかな。ラリーは、そのこけた時は怖いもんな。うん、重たいから、あんなとこでこけたら。そうよ、大変やで。行っていいかな。うん、できまーす。です。そう、なんか、よう、ほんまそんなスピード出せるな。え、よう、そんなスピード出せんな、よく。怖すぎるんやけど。いや、出さんと怖いよ、逆に。あ、そう？うん。もう行こうか、もう俺もほんなら。行こう。なんちゅうの？昨日思ってんけど、だんだんこう、防御力上がってくるやん、この。うん。プロテクター入りのジャケット着て。怖い、怖い、怖い、怖い。それ落ちたらもう死ぬやん、でもこれ。大丈夫、大丈夫。ブーツ、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 うん、張って。あ、これでドライブもこけてもいけそうな雰囲気になってきたけど、今度腰回りに何も入ってないから、あ、ちょっと欲しいなって気持ちで。え、今から広場行くんちゃって。広場じゃない、写真撮りに、写真ポイントに。はあ、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 オッケー。うん、そうか、じゃあもうあれか、ビビってるから余計におかしなことになるんか。そうそう、ビビったら負けよ。そうか、うん、ポケてなんぼよ。ポケてなんぼよ。もう膝もつけてるし。
いけるな、これで。いけるいける。もうどんどんこけよ。おーし。ピカピカよりもボロボロの方がかっこいいよ。オフ車は。うん、そうやね。あ、これか。これ。あれ、車止まってる。うん、作業。作業が。めちゃくちゃ、ここは映えそうや。ここ、あれなんよ。何？要は、あの、何、林業の、あの、枝とか、要は積んでるからね、ここ。うん。うん、入られん時あんのよ。へぇ、わ、爽快やね、これ。うわ、怖っ。かっちょええな、すごいすごい、これすごいわ、おお、すごいな、こんだけ揃ったらすごいわ、これね、爽快やね、はい、今日の動画はこの辺で終了したいと思います。いかがでしたでしょうかね。吉野山林道ツーリング、今回全編とさせていただきます。やはりね、1日ツーリングしてたらね、1本では収まらないいやでも本当ね、私ね、今日お会いした人ばかりだったんですが、こうやってね、 SNS を通じて知り合って、バイクという共通の趣味で楽しくツーリングできるんですから、素晴らしい時代だなと思いましたね。で、次回はね、あのオフ車バイク女子で有名なキョンチャンネルのヒョンちゃんがね、登っていた丘にね、まあ、ヒルクライムに私が挑戦したり、ジャンプしたり川遊びしたりとね、ちょっとがっつりめのね、林道動画をお届けできるかと思いますので、また次の動画を楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、またね。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。うん。